の森川と鈴木源太郎です、今日はちょっと僕からの持ち込み企画っていう感じなんですけど、はい、上司とカラオケ行く時に何歌ったらいいかっていうのが、まあ、全く分かんないんですよ。分かる。そういう人に向けて新入社員に教えたい30代40代の上司に受ける曲ランキング。ランキングじゃないっすね。曲ベストですね。曲ベスト、はい、っていう感じでちょっと紹介してもらいたいなと思ってカメラを回しました。はい、まあ、ちなみに私はスナックとか行ったらもうおじさんたちがこれ歌ってあれ歌ってこれ歌ってってすごいなるから散々歌ってきました。この曲は鉄板で30代40代の上司の人が喜ぶよっていうやつをちょっとねチョイスしていきたいと思います。何どんなのですか。まず、うん、盛り上げた方がいいんですよね。盛り上がった方が、そうだよね。あのね、うん、30代40代で新卒の皆さんとみたいな感じで飲む時って誰か盛り上げてってなるんだけど、うん、ちょっとこう自分から盛り上げに行くにはちょっと恥ずかしいぐらいの年代にね、はいはいはい、中間管理職だとね突入してると思うんですよね、うんうん、確かに。なのでここはやっぱり若い人に盛り上げてもらえると、うん、こう上司の人たちもおーやったやったやったって盛り上げてってなるので。そうですね。あ、そうなんですね、うん、嬉しいですよ、その方が。そう、はい、そういう意味では私のおすすめはあちらですね。平井堅さんのポップスター。おちょっと新しめだし、うん、まあ、我々のそのなんか世代から言うと少し新しめな方だとは思うんですけど、はい、新卒の皆さんが歌うにはですねいいんじゃなかろうかと。盛り上がりますしね。これをねぜひあれですよ、あの振り付きで歌ってもらいたい。そう可愛いね、振るこういう。こういう感じでっていうこういう曲ですね。みんなでこれだけはできるからさ、ほらこれちょっとね裏声なんでメロディーが男性だとキーが高いんですよ。あ、そうだね、はい、じゃああれだ、あのマイナス2とかにしてみたいな。確かに。そうですね、そういう対応が必要かもしれない。30代40代も誰でもできるこの振りあと座ったままでできる。座ったままで。確かにこれ大事。そっか、そこまで考えられてるのかもしかしてこれいいと思います。そう、すごいなんか歌ってもらえたらこう可愛いってなって盛り上がりそうな曲ですよ ね、 すね。ちなみに源ちゃんは。俺、小室哲哉さんの一通りの時代をこう過ごしてきた世代なので、 TM ネットワーク、例えばゲットワイルドとか言ったらもうバッチンってハマって、ね、うん、ハマるね。それ歌ってくれたってなるんだけど、はぁ、多分皆さんもね、そう、シティハンターのやつですよね。そうです。それ結構ハマる人いる気がするけど、俺はもう、うん、ドストライクなんですけど。そうですね、小室さんで言ったらばダウンタウンの浜ちゃんが歌ってた Go Go Tonight っていうのがありまして、ね、H ジャングル With T。 そううん、走ることから逃げたくなってるとかさ、その頃から今も変わんないじゃんね、時代って、うん、誰かが歌ったら必ずハモるもん私うわうわって上で、うんうん、確かに上でハモる。これ知っててくれたら嬉しい。そうですね、はい。ゴーゴートナイトあれじゃないの、あのカラオケも終盤頃に最後盛り上げる曲歌います。で、うん、H ジャングル With T ですよ、うん、じゃあポップスターは序盤で、ゴーゴートナイトは後半で。そうですね、そうですね、で、ま、真ん中埋めていきましょうか。ちょっと埋めていきましょう、はい、次真ん中埋めていきましょう。真ん中で言うと、うん、あとねあれですね、私がこう、あ、これも歌ってほしいなっていうやつはですね、英語の歌が歌えるとちょっとかっこいいし、うん、自分も歌いたいけど英語が下手で歌えないからっていうので、うん、はい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 、で歌ってほしい曲はねこちらですよ。バネッサ・カールトンの、うん、サウザンドマイルズ。これだ。いいねー、これいいねー、いいねー。いや、この曲ね、何がいいってね、キーがね、そんな高くないんですよ、これ女性の曲の割に。なんかね、誰でも歌える感じ、うん、英語ができれば英語の歌詞を見ながら歌えればっていう感じなんですね。あと何がいいって、グローバルにも対応してますので、この曲大体あの外国人上司とかも絶対知ってる、世界中で流行ったから、うん、この曲そういう外資系お勤めの皆さんでも大丈夫。洋楽はここを押さえておきましょう。男性ボーカルで言えばバックストリートボーイズ。そうそう、
あれいいよね。普通に名曲なんで。そう、曲がいいからね、まずね。うん、聞いたことはあるはずなんですけどね。そう、知ってるよ、知ってるよ、バックストリートボーイズ。合唱これヒーローですね。いいよね、これ歌えたらかっこいいね。男の人これいいよね。いいかも。もうかっけえな、うん、お前ってなりますね、きっと、ね、これ中盤いけそうですね。ね、みんなでコール&レスポンスみたいな、こういける感じですよね、うん、だけどその女の子に歌ってほしいって思ったのが、さっきの小室さんの曲っていうので言えば、もちろん TRF とか、うんうん、グローブ、まあ、どれ歌っても嬉しいと思うんですよ、ね、そうだね。そう、じゃあ TRF だと私はあれですよ、あの、はい、ここでじゃあちょっと盛り上げてっていう時に、うん、あ、はいはい、盛り上げますって言って、うん、歌ってほしいのはこちら。はいはいって言って手拍子入っちゃうね。サビで盛り上がりますね。DJ の新卒男子と歌う歌う新卒女子が2人でこの曲を仕込んでおいていただきたいっていうやつですね、うん、まあ、我々世代でこれは知ってる、絶対、はい、そうだけど俺女の子にこれも歌ってもらえたらすげえキュンってするのがこれなんですよ、はい、これを女子に歌える。いい。俺は好きなんですけどね。どうなの？分かったよ、源ちゃんがこう女子に歌ってもらいたいっていう気持ちが。女の子に男性上司がこういうことを言われたら、うん、ときめくんですよ。お前頑張れよってなる。そうそう、どんな時も僕が僕らしくあるためにって、好きなものは好きと言える気持ち抱きしめてたいとか言って、もう聞いてる人はもうだよなってなるんだよねっていう、そこの歌詞に刺さってるんだ。あ、そう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 、ね、頑張ってるっていう感じもするのでね、うん、多分ね、うん、イメージも上がるんじゃないでしょうか。でカラオケの最後にはやはりこちら。負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、それが一番大事。これかね、はい、鉄板です。立川さん宣伝しておきましたよ。我が師匠うん、立川俊之さんはね、それが大事、大事マンブラザーズバンドでございますね、まあ、これね、最後みんなで大合唱みたいな感じのね、はい、もう名曲ですんで間違いないですね。一番最後、帰る前です。帰る前にこれ歌うっていう、うん、あと5分だってっていう時の、はい、曲ですね、はい、ちょうど5分ぐらいの曲なんで。これもう締めですね。締めですね、締め曲ですね、締め曲です。あの、立川さん本人も後ろが長いんですよって言ってた。サビのリフレインが何度もあるから。ちょうどいいですね、後ろ長いところぐらいで、じゃあ皆さん荷物まとめてもらって、まとめてみたいな感じ、その感じですね。想像できたっす。そうです、新卒の皆さんのフレッシュな新生活を応援しています。はい、あとサザンオールスターさんも、あ、そうだね、どれ歌っても、うん、どれ歌ってもです。どれ歌っても大丈夫です。はい、まあその辺もね、ちょっといろんな昔の曲をね、楽しみながら聴いていただきたいと思います。そうですね、まずはみんなで歌う機会があればっていうことを願いつつね。そうだね、はい、早くコロナが収まってもらいたいですね、うんうん、ちなみにあのジョイサウンドでは森川と鈴木源太郎のしたいけどできないも歌いますので、ぜひ歌ってみてね。よろしくお願いします。本人映像の MV もアップ中だよ、うん、あと森川愛のタイムマシンも歌えるよ。鈴木健太郎の10年前の君にも歌えます。あ、歌えるよ。宣伝長いな。じゃあ皆さん、いつかまたみんなで歌える日を楽しみに、うん、じゃあまた来週、はい、頑張って乗り越えていきましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。